山の6、アレゲニーにて。ここはスコーチへの最後の砦となった精神病院です。彼らは軍人らしく、異常とも言えるほどに勇敢に戦いました。セキュリティシステムを見る限りでは、BOS には元米軍関係者が所属していたようです。生き残っていることを願います。アメリカ最高の軍人に守ってもらえるなら何を捧げても惜しくはありません。しかし現状では、彼らがどのようにスコーチに対抗するつもりだったのか、それを突き止めるしかありません。まずはここのドアを開かなくては。
Oh, Aparatia.
態勢に入ります。近接サブリッジ移動。Thank you.
るとやるな。Come on.
されるまで。ターミナルに更新用のソフトウェアをアップロードし、ソフトが転送されて街中が再起動するまで待ってください。
長室が与えられます。私は市長人工知能アシスタントです。マリアと呼んでください。移行期間は私がガイドします。正式に任命されたら信頼のおける助手になりますよ。失礼して、前市長の最後のメッセージを再生します。マリア、ここに入れば誰にでも市長室が与えられる。例の執行命令はまだ有効。はい。現状と市長のターミナルへの破壊工作に関する適切なデータを見つけて、ここへ来た誰かが読めるようにして。了解です。あなたは大量に出血しているようですね。センサーが探知しました。救急隊員を呼びましょうか。やめて。一体どうしたの。ロボットはもうごめんよ。マイラ、次の市長に必ずこれを聞かせて。わかりました。私は失敗した。あなたが誰か知らないけど、滅んだ市の市長就任おめでとう。私が避難させられなかった市民は無残に死んだ。もう誰もいない。でもあなたは灰から再生を目指すのね。立派な考えよ。物資を隠してある。でもここで生きていくつもりならロボットとどう対峙するかが問題になるわ。破壊工作があったの。ターミナルにある資料を読めばわかるわ。我々が大丈夫ですか。おそらくこれで終わりね。私の力が及ばず大変申し訳ありません。いいのよ。あなただけ残されたら寂しくなるわね。さようなら、マイラ。さようなら。あなたに仕えることができて幸せでした。あなたは最高の市長だった。そうね。努力はした。録音されたメッセージは以上です。Thank you.
げます。ロボットの音楽にぶっ飛んでください。
者装甲車を見せます。追跡を開始します。
通常より長めになっています。忍耐に感謝します。どちらへ向かう方にもワトガは旅の安全を祈願しております。到着時間や出発時間の最新情報はボードをご覧ください。ワトガターミナルへようこそ。未来の旅をお楽しみください。
自動化された工場は核兵器をどれほど製造するのでしょうか。